バカじゃないとバカを魅了できないと思ってるんですよね。よく企業秘密とかやるじゃないですか、うん、見せれないだけなんですよ。もう隠すものなんかないじゃないですか。これ以上うまくしなくていいんじゃないかなっていう。It was so delicious and so much food. あ、もう口の中でスパークしますよね。はい。ええ。目をつぶって仕上げた方がなぜか美味しいんです。なぜかは分かんないですけど、生きるために仕事をするために食べなくちゃなかったもんだから、それがあのうちらのラーメンの原点なのね。もうあなたのラーメンの人生観変えますよっていうぐらいの、はい、食ってみろ。